さ、急ぎで。ケイノシン、ツッチー、ニャミヤメエジさん、ヒデザード、オマル、ユウヤくん、ホシピー、ミヤミヤミヤ、コスモス、ありがとう、ロンロトット、ジュキニドン、ミヤミヤミヤ、コバン、ありがとう、モロコイツッチー、ナノツボシ、マヤミヤミヤ、コスモス、ありがとう、キャノンブル、こんにちは、スーパーサブ、こんにちは、エジさん、フリフリ、ありがとう。トロロン、スーパーサブ、サラン、ヤッホン、エイジさん、ユキンコ、ありがとう。ヴァンパイア、砂原くん、いいな、ヤッホン、ナナ、ナツ、ヤッホン、ナナセマル、こんにちは。確かに今日は早いです。確かに昨日遅かったのに。マサルさん、ステラ、ユキンコ、ありがとう。歯が痛い、あれだ、痛い時刻言われます。歯が痛いでございます。あ、とんでもないだよ。逆に夜遅くにごめんね。どんぐり、こんにちは。今日は YouTube あげます。それここ、ゆうたくん、フォローありがとう。こんにちは。ケイノシン、シューティングスター、ありがとう。おでん屋待ってたよ、ありがとう。待ってくれてありがとう。トモ、こんにちは。今日は眉毛サロンに行くので、この私の眉毛を見納めておいてください。ふふ。ショウくん、こんにちは。どうも、レインボー、ありがとう。しーちゃん、こんにちは。おー、マーボー、ありがとう。レレレのレって何？そう、お出かけだよ。レレレのレって何？レレレのレイクですか。うん。ああ、そうなんだ。機種変したんだね。明日観戦する、いいな。そう、オリックスはもう今シーズンラストでございます。朝加護、こんにちは。しーちゃん、ハートありがとう。牛木、こんにちは。オメガセブン、こんにちは。お父さん、こんにちは。来週から CS ですね。うすき、こんにちは。そうか、もう来週からなんだ。もう今年はどうしよう、 CS どういう立場で見ようかな、どういう目線で見る、みんな。よし、なんかお粉がね、
消えまして、お粉が果たしてどこに行ったのか。北ペンヤホー、粉消えてんな。あなたが好きよと矢を放つ。マングースこんばんは。京都楽です。おお、応援してます。うん、シンプルに野球を楽しみます。日高浩二こんにちは。いやだよな、まあまあまあそうなるよね。そらシンプルに野球を楽しむ、素晴らしい回答やわそれ。100点ちゃうその回答。まあこんばんは。当たるといいな、祈ってるね。まあは祈ることしかできないが、いいなあ。その当落の感じとかもなんか全て含めていいなあ、楽しそうでいいなあ。修学期ヤッホー。3連休で甲子園試合当たる気がしない。あー確かにそう聞くと結構あれだね。タイのコスメにしましょう。ごどんよは。祈ることしかできひんな。ね、あの阪神さんはまさに大阪暑いよな。阪神さんはまさにね、監督がどうなるか問題が今、うん、とんでもない忙しいんだ今。頑張ってんだね、かっくんやっほー。この時期って何、なんか変わり目、なんかお仕事忙しそうやんな。まなの周りのお友達とかもこの時期って何ですか、なんか変わり目ですか。ゆきさんやほん、奇跡だって構わない。仕事は相変わらず忙しい。年末に向けてって感じの時期。キャノンブルゆきんこありがとう。横浜くんこんにちは。ロンドンレジェンド。あなたと行きたい。キラみやびさんやっほー。流星にまたがて。え、そうなの、そんなん言ってた。じゃあ京都のイベント来てくださいよ。関西ってことは。ロンドユキン、違う違う、お花ありがとう。にやびさんハートありがとう。やばっていうか、なんかいろいろ落としちゃってるお粉を。ひえ、困った困った、お粉落としちゃってるぜ。うん、あっ告知でぜひ教えてください。ちょっとツイート上げとくな。じゃあ上に、ズバリ10月の19日20日に京都駅にあります、日体カルチャーフェア in2024、京都の京都市梅小路公園七条広場にて開催されます。
朝の10時から夕方の5時ぐらいまであります。私は MC そしてライブを、させていただきます。日本で一人でライブするのは初めてです。びっくりびっくり。はい、なんと先に日本で成し得てないことをタイでしております。タイってまだかな、今聞いてみるわ。ちょうどあのやり取りしてたから。ほんでどんちゃんこんにちは、ぷーちゃんやっほーで、ライブはもちろんなんですけれども、その後特典会もやらせていただく予定ですので、皆さんなんかこれしてほしい、あれしてほしい、やりましたら今のうち教えてください。どんちゃん夜勤かありがとう。なかなかそういう特典会ねやらせてもらえる機会がないので、個人的にすごく楽しみにしておりますね。何がしてほしいとかある、特典会。ちなみに、V フォントハッチンヤホー。現状はツーショットとサイン会とかできたら、いいかななんて思ってたんだけど。 V フォントフリフリありがとう。ツーショットソロショットほか何かありますか。これでもあのイベントスペースの一角をお借りする形やから、なんかそんなね多分大きいことができないというかあれなんですけど、あとこういうグッズが欲しいとか今ちょうど制作中なので、これが欲しいみたいなのがあったら教えてもらいたいところです。うん、だいぶ教えてもらう最後教えてもらう。前言ってたキャッチボール会とかもまあありやけど、ちなんだグッズってなんだろう。例えば虫は確かにちなんでるね。サイン入りタイパンツか、ごめんごめん、全く用意してなかった、ごめんごめん。毎日アイドル1971日ありがとう。ガッパオライス講座、すいません、ガッパオライス講座はやるつもりなかったな。コウタン何これ、コウモリ違うね、オオカミありがとう。タイキック界まあうまいけどな、確かにあのかけ方としてはめちゃくちゃうまいね。それ月ひろこんにちは、コータンおつカレーありがとう。
カスタネット、こんにちは。なんか時期的に聞きたいねんけど、カレンダーとかはどうですか？みんな、よーしはる、中西さん、こんにちは。蹴られたいじゃないの、キックしていいの、そっち、あなたたち、そっち、そっち派恋愛小説家、ヤッホー、ゴドネクークー、ありがとう。カレンダーとかってどうですか？トム、こんにちは。え、あり？なんかフォトブックを作りたいと思っててんけど、この前フォトブック、あのグッズにしていただいたじゃないですか、イベントでね。だから、そうだから、なんかカレンダー どうかなって、なんか時期的にも多分今年にできる、なかなかもうないので、イベントみたいなものが。撮影ですか？めちゃくちゃプライベートです。月広バラ、ありがとう。めちゃくちゃプライベートですよ。信じられないぐらいプライベート。あー、アイシャドウしたやん。ちょっと待ってや、ありがとう。そんな、あ、本当？みんな欲しいって言ってくれてる？言ったよ今言ったよ君たち君たち言ったよ。ジュータヤッホー、千人ヤッホー、ノタリーエンジンくん様。え、卓上カレンダー何個買ってくれるんですか、みんな一人何個買ってくれるという計算でいきますか？千人ハートありがとう。毎日カレンダー、私の格言付きで。みんな一人何個買ってくれるんですか言うて。ギク。嘘ですよ、さすがに嘘ですよ、ごめんごめん。そんな、まあ、そんな詰めるキャラじゃないやん。あ、ちかのちゃんの友達です。古川さん、あわお、こんにちは。岡村まなです。まなティーと呼んでください、お願いします。未来はいつも思ったよりも、水気だけ書いてあってメモできる。あー、はははは、わかる、どういうのか。毎日諦めにしよう優しくて風景がなな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 、夢が叶うとその思いが溢れ出して、一人から伝えたくなる。まなちゃんの写真なくてもカレンダー欲しいから買うめちゃくちゃで笑う。カモメヤホン、一日ヤホンね、何番でもいいですからね。ほな違うか言うて、あなたと一緒に歩きたい、ちゅうてな。さすが、一緒に歌ってくれてありがとう。4つも買ってくれるのミッドナイトパーティー、こんにちは。え、でもカレンダーいい気がするよね。どういうカレンダーがいいかな、コンセプト。例えば私のお友達の加藤優香ちゃんっていうお友達は、あれ楽しみだね。待って、あれ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 、あれやん、獣フレンズ楽しみですね。ウェルカムトゥ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 ルルルル。まだ全然チカナちゃん会われへんな、そういえば。青青詐欺やわ。ドゥ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 
ランダムで売る。ああめっちゃおもろいやん。めっちゃおもろいやん。12ヶ月で分けてランダムで売るのめっちゃおもろいやん。それはもうカレンダーって言わへんもんないよいよ。うん。あそうそう私のね友達の加藤優香ちゃんは、加藤優香ちゃんっていう友達がおんねんけど、優香はあの1ヶ月ごとになんか、うん。どうもシューティングスターありがとう。オリのスケジュール入りカレンダー。いいのいいのそれでも。1ヶ月ごとに、その月のお花を持って、なんかお花なんていうっけ、誕生月っていうっけ、誕生月のお花合ってる日本語、お花を毎月持って写真撮るみたいな。だからなんだろうな、8月ならひまわりみたいな、6月なら朝顔みたいなイメージやっててん。なんかどういうコンセプトがいいかな、おしゃれやんな。どういうコンセプトがいいとかある、その月っぽい感じの写真。まなちゃんこんにちは、うん、その月っぽい写真ってことでいいですか。でもさ、その月っぽい写真って例えば何、もう持ち物の話じゃないそれって。やだ、その次反省する、虫やだ。ユニフォームな、ちょっと著作権動向になっちゃうねんな、ユニフォーム着ちゃうと。あーでも面白いね、12ヶ月で12球団のユニフォームは確かに面白いな、普通にその発想、うん、ビギニア来ません。残念ながらビギニア来ませんよ。4月はランドセルセールとか、確かにどういうイメージかな。でも12球団のっぽい感じにするのとかはちょっといけそうやけどな、うん、あーうんうん、オリックスの時だけめっちゃ笑顔、景色した人、アイドルデビューした日とかいいね、エモいね。確かに12球場の前ではすごいけど、予算予算でもすごいね。いつかやりたいことリストに入れとくわそれ。確かに、うん、面白いな。4月、何月設定、1月スタートやったとして、仙台行って福岡、大変大変、結構大変。うん、次見る方教えてください、どうするね。しかも山内選手もなんか今いろいろ話出てるんで、どうなるかみたいな。そうやねんな、1月はどういうイメージですか。お餅、お餅のイメージやんな。たこ揚げ、箱いた、あ持ってないからな、でもそういうの、うん、あ初詣な、うんうん、あ明けおめ、そっか、ハッピーニューイヤー、うん、今オリックス押すならこの人教えてください。え、太田選手とかじゃない、どう、いい線やと思うけど、うん、あホットモットは確かに綺麗だよね、自然。でも緑しかないよ、でもあの辺逆に。緑は相当綺麗に撮れそうやけど、それで言うと、サッカーしか見てこなかったので。オリは太田選手じゃないですか、来シーズン楽しみ、うん、7月ハッピーニューイヤー、2月は鬼、
3月は。3月は、うん、野見山さんやっほー。3月はひな祭りとかちょっと表現しづらいからな。みゆから連絡来た。うん、あーそうなんだ。あ、始球式、そっか、開幕か。3月開幕はちょっと頭いい。うん、あ、生誕イベントとかやるんや。いいな。モナの話してきてください、会いたがってたって LINE したけど、うん、そっか、キャンプ、そっか、2月キャンプっていう発想もあったな。うん、オープン戦ですわ、野球っぽく。4月は4月、イチローさんやっほー。あ、桜ね、桜ええな、確かに。うん、健三郎さんやっほー、うん、入学と卒業の季節です。間違いない、出会いと別れの季節です。4月、5月は鯉のぼりとか、そのお花系はまだあんま分からへんねんな。めっちゃ落ち込んでる姿やだ。マルクさんやっほー。あ、そうなんだ。ケンダブロさん、コスモスありがとう。5月って何がいい。私の5月のイメージもあんまないような。去年タイのイベントやったぐらい。一郎さんやっほー。5月っぽい写真ってなんかむずいな。空白で宴会な。なんか5月病とかけてちょっとダラダラしてる感じの写真とか。いいよね、でもそういうのな。あー、ゴールデンウィークか、確かにそれはそうだね。藤の花ね。あ、やば、もう時間、ちょ待って待って、やばい、ほんま普通にやばかった。喋ってる場合じゃないぐらいやばかった。ごめんごめん。あ、ラスアイだね、確かに5月って。
なるほどね。マイクとかでもいいな、そうやって思うと。やばいやばいやばい、全然やばい。ちょごめん、ほんま普通にやばい。ランキング見ます。やばい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 、ごめんね。13位キャノンブル、ありキャノンブルありがとう。パチ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 。12位おでん屋、あちちちちちありがとう。パチ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 。11位ケンザブローさん、ありがおにぎりありがとう。パチ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 。10位ケイノシン、ありケイノシンありがとう。パチ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 。9位ステラテラテラ、ありがとうステラ。8位ドルドのドーンちゃん、ありがとう。パチ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 。7位ゴドネ、おやすみなさい、ありがとう。パチ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 。6位エイジスさん、ハヒフヘホー、ありがとう。パチ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 。5位上から読んでも下から読んでもロンロさん、ありがとう。パチ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 。4位トモ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 、ありがとう。パチ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 。3位タカヒロ、ツキヒロ、双子ちゃん、ありがとう。パチ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 。2位みやみやみや、やねん、ありがとう。やねんありがとう。パチ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 。そして1位はドル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 、あ違う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 、ん、2位はみやみやみや、やねんありがとう。やねんありがとう。そして栄えある第一等賞先輩はずんだら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 パンこうたんたんたんでした。ありがとうございました、ありがとう。パチ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 。残業、うん、あー、うん、見に行きたいのですがすいません、ちょっとお急ぎモードで、夜8時ぐらいに YouTube アップするので絶対的に見てください。それはよいしょ、夜は余裕があれば配信しますという感じで、ごめんねみんなバタバタしちゃって、いろいろと告知があるんですけど SNS 見てください。はい、すいません、ほんとバタバタしちゃって、私のどう考えても私のせいです、すいません、こんな時間と思ってなくてバタバタさせてしまいました。みんなのこと YouTube 見てください。ほんなん行ってくるわ、みんなまだね、ほんなん行ってきます。さあまたね、バイバー。朝からありがとうな、来てくれてほんま嬉しかったわ。朝からありがとう、行ってきます、バイバーイ。話が盛り上がったね、優しい。それな、話が盛り上がっちゃいました、私気づいちゃいましたって感じです。ありがとうございます。ほんなね、行ってくるよ、また来てな、頑張ってね。転勤生活も今日もなんか大阪は暑いけど、お互い頑張ろうね。やばい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 、ほんまにやばいって、ほんまちゃやばいやばい、急いで急いで、ほんまにやばいって。またねー、ごめんねこんな感じで最後、バイ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 。まだねね、まだねまだねまだね、バイ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 。眉毛サロンに行くから、私の眉毛見納めといて、バイ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 。またねー、元気でねー、楽しんでねー、今日お休みの皆さん、今日土曜日ですからね、お休みの皆さん一日楽しんでください。ほんなね、行ってきますよ、バイバーイ。